もしもし呼び出し飯ということで、皆さんこんにちは、小林雄介です。今回はもしもし呼び出し飯ということで、ある声優さんの行きつけのお店に呼び出されるということで、本日はこちら代々木に来ております。やべ、外ロケとか久しぶりすぎてちょっと一人不安でしょうがないんですけど大丈夫ですね。僕が知らない人ってことはないですよ。初めましてみたいなことがあったら僕多分ずっと無言ですけどそうなんです。だからそれこそ現場に行ってもただただ人見知りすぎて台本をすごい読んでるだけなんですけど、周りからはすっごい真面目に台本読んでらっしゃるから声かけづらいですって言われたことがあって、台本に書いときゃいいんですけど呼びかけ待ちです。あ、こんにちは。あ、もしもし。あ、もしもし、お久しぶりです。はい。あ、はい、お久しぶりです。お久しぶりなんですか。お久しぶりでございます。はい、あ、お久しぶりでございます。小林と申します。名前は伏せておきます。はい。はい、ということで、まず道案内をさせていただきたいと思います。あ、はい、わかりました。それでは、今から。ゆうすけさんをご案内したいと思います。ではですね、はい、そこから前に見えるファミリーマートの方をまっすぐ行っていただいてもよろしいでしょうか。あ、ファミリーマートまっすぐ、はい、ファミリーマートまっすぐ。あ、わかりました。じゃあとりあえずファミリーマートを向かいましょう。新宿方面ってことでいいですか。新宿方面どっちだ。あれ、キャラが崩壊してますよ、大丈夫ですか。そのままなんかでっけえビルがあると思うので、そっちの方に。でっけえビル、でっけえビル、もう誰か分かってきちゃったよ。ドトールコーヒーの方、ドトールコーヒーの方には行ってもいいんだけど、行くとすぐ着いちゃうから泊まりしてもらおうかなって。あ、すぐ着いちゃうからダメあ、なるほど。あ、じゃあこっちですね。あ、なるほどなるほど。その先にですね、はい、ラスタというお店があるんですね。あったここラスタって言うんだ。あ、はい、ありました。ここ来たことあったわ。そこはですね、はい、すする TV さんでも紹介された有名店でございまして、私もよくご利用させていただいてます。卵麺がですね、ここの店じゃないんですね。あ、ここの店ではないです。はい、なんだあ、はい、あ、ごめんなさい、もはやタメ口になってきちゃいましたけど僕ですね、そのまま先の方に進んでいただきまして、進めようかよすいませんね、気持ち急ぎ押しになってますけどマジで雨が降ってきた。マジで降ってきた。あそこか。うん、多分予想してるあそこだと思います。おい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 、つい最近じゃねえか言ったのですね、僕もこの企画聞いたの最近でして、びっくりしました。2週間前行ったやんって。2週間前、じゃあもう道案内いらないわじゃあここ来たら左に曲がればいいですね。そうです、左に曲がれば、はい、ウォットリアトスカーナというお店を探してくださいはい、目の前でございます。そこの階段を登って店の中に入ってきてください。わ、はい、かりました。ということで到着です。お店はこちらのトスカーナさんという、ミートソースがとっても美味しい、はい、お店になっているので、よし、ギリギリなんとか雨が強くなる前に来れたとこのゲストの方と本当に 2,3 週間ぐらい前に来たばっかなんですけどいいのかそれ。失礼します。お足元の悪い中遠回りをさせてしまい申し訳ございませんでした。おうおう、申し訳ございません。先輩を遠回りさせたその君は誰だい。はい、私アイムエンタープライズ所属の佐藤源と申します。はい、ということで源に呼ばれたみたいです。よろしくお願いします。おはようございます。皆様申し訳ございませんでした。お足元の悪い中大変に申し訳ございませんでした。まだ始まったばっかだから大声出さなくていいから。何から話そうか何から話そうか
まあ、いくつかね、うん、あの行きつけのお店を、はい、あの紹介してほしいということでしたので、あの候補を出させていただいて、あのここだったらあの誰でも、うん、あの美味しくいただけるだろうと思いましたところ、うん、ゲストのゆうすけさんと約2週間ほど前に来てました、はい、来ました、あのそこの奥の席で、あの奥の席で鈴木亮太と3人で、ね、3人で食べてました食べてました、いやでもよかったよかった、だってこのお店もいくつか候補出した中の一つだった、そうなんですよ、まあ、それでこのメンバーでこのお店だったら、もうこれは運命的よ俺だってびっくりしたんだよゆうすけさんが来てると思ったんだよ昨日の夜までゆうすけさん以外がってたら俺ドヤ顔でここは日本一美味しいミートソースパスタ食えるんですよだってマネージャーにも言いましたもんね、ここ日本一美味しいミートパスタ食えるんですよって。俺あえて違うメニュー頼んだ。やめてよ一応おすすめしたんだからはい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ早速皆さんにご覧いただきましょう、はい、ご覧いただきましょう、はい、さあこちらが日本一美味しいミートソースののっけ麺になります、うん、あれミートソースどこと、ないないあれどうしたというところでございますが、はい、実はこのミートソースが下に入っているものでして、で麺が上に乗っかっている、しかもその麺にチーズもかけられているということで、うん、いや本当麺だけ食べきって麺おかわりしたい気分、そうなんですよ、本当それぐらい麺が美味しいのでねはい、ありがとうございます、ブラッシングソース買ってきました、はい、ありがとうございます、何それ、俺これ初めてだ、嘘、本当ですか、え、うん、しゃー、よーしこれで初めて覚えた、ちょっとまだ始まったばっかだから、ボリューム落とそうだ、よしよしよし、さあ、ということで、はい、じゃあ早速いただきます、いただきます、いや、本当麺だけで美味しいって何って思うかもしれないですけど、マジでうまいんですよ、おねチーズと絡めていただきます、うん、いただきます、よしおきにしみるまず麺自体に本当にこうコシがあってすごくもちもちしていて、それでいて麺自体に少しだけあのチーズの風味が、そして小麦のいい香りが入ってますので、もうこれだけで食べたい、さらにですねバーニャカウダソース、あ、じゃあハラペーニョソースだ、ハラペーニョですよね、バーニャカウダは野菜ソースですよね、すいません失礼いたしましたすいません本当気にしなくていいですかちなみにハラペーニョソースって辛いやつ？少し辛いやつです。ゆうすけさん辛いのは？あのね、最近食べられるようになってきた。あ、本当ですか？それですね、あの、あ、ちょうどいい、本当に少量だけ少し入れて食べてみることをおすすめしたいと思うんですけど、うん、ぜひ、うん、あ、俺から、もちろん、え、実はいつもの10倍辛くなってるとか、でもそんなことはないですうん、辛味というよりもやっぱ風味の辛さ、そうですね、の方があって鼻に抜けるからそんなに残、はい、残ったわ、私もほらハマるでしょ、なんだそのドヤ顔いや、なんかゆうすけさんが喜んでくれると嬉しいからさらにこれだけではございません、下にミートソースがございますのでこちらの方混ぜていきたいと思います、だってこれだけ食べてますけどそれでもまだミートソース見えませんか、そうなんですよ、うん、ます。うん、美味しい。あの、まあ、このキノコのね、あの、うん、風味と、そして牛ひき肉の甘い風味がですね、うん、あのいい具合に先ほどの小麦の麺と絡んで、あの大変に美味しくなっているんですが、うん、さらにここに先ほどのソースを、うん、何ソース？ハラペーニョソース。イエスをあのぜひゆうすけさんかけて食べてみてください、いい、はい、うん、うん、ほんとミートソース単品だとすごいさっぱりして食べやすくて、ハラペーニョソースをかけるとまた辛みと甘みが増して、うん、すごいね、だって麺だけと麺とハラペーニョソース混ぜて食べて、はい、混ぜてハラペーニョソース4回味変できる、4回味変できるので、うん、いろんな食べ方ができる、でも俺のさらなるおすすめはね、えこれよ、こちらのお店も推奨している納豆トッピングっていうのは引き割り納豆トッピング、これがねまたすごい、そしたら味変6種類になる、そうだ6種類になるやつ、まあ、まあでもねちょっとこの後もあるんで、ありますので、あまりちょっとねお口からな、皆さんがね画面越しからこの人こんないいこと言ってるけど口から納豆の匂いしてるんだろうなと思われるのも嫌なんで、あの糸垂れてるのも嫌なんでそれは嫌だね、クリーチャーだね
ゆうすけさんは外で食べるときはどこに行きますか、うん、俺これあんまり知らないかも。でも外食基本そんなしないからな、うん、自炊されてるイメージはすごい強いので、うん、最近また自炊するようになったし、あとは、ね、結構次の現場までの間急ぎで食わなきゃいけないっていうときは結構ファストフードに入るときもあるし、うんうん、でもなんだろう、自分が頑張ったご褒美とかだとやっぱお寿司は、おお、お寿司いいですね。うん、行きつけとまではいかないけど、はい、あの美味しいところを見つけたから、お気に入りのところが、うん、でも確か前テイクアウトしてうちで食ったよ。あ、食べました。うん、あれあれあれ、うそ、あれ、うん、あれすっごい美味しかったんですよ、あの寿司が、うん、そう、まあ、そもそもね、入ってる容器もなんか竹みたいなやつで出てきてて、はい、なんか食べんのもったいないみたいな、うん、あ、僕らの関係性、うん、ということでございますけども、最初に出会った作品、うん、これ実はね、あのドクターストーンと思われがちではあるんですけど、はい、実はドクターストーンの前に、うん、星合いの空という作品でご一緒させていただきまして、はい、テニスのアニメですね。テニスのアニメで、あのそちらの方で実は一回お会いさせていただいてからドクターストーンで、まあ、先駆役として、うん、僕はクローム役としてあの出演させていただきました。だから僕が、まあ、最初に先駆で決まって、はい、その後にキャストを伺った時に、まあ、元君の名前があって、うんうん、その星合いの空でやってた時はね、すごくおとなしめな静かな役だったから、そうです、ね、あの誰よりもうるさそうなクロムという役をやるイメージが全くなくて、はい、だからどんな感じなんだろう、楽しみっていう風に現場に来てたイメージはあります。うーん、ね、いろいろあったよな楽しいですねまあガラリと印象は変わったよね、本当に。それこそリン太郎だって。あ、リン太郎です。リン太郎、あの星合いの空の時は、まあ、そのキャラクターと同じようにちょっと静かめな印象があったんですけど、うん、まあ、クロムをやったら、まあ、ほんとまんまクロムみたいなイメージもあって、いや嬉しい、元気で快活で常に明るくあろうとしてて、はい、うん、そこら辺は見てて、まあ、気持ちいいし、なんか、まあ、僕も同じだったとは言わないですけど、自分が新人まだ出たての頃のなんか姿と被るところもあるなっていうのを思ってたんで、うん、それを後ろから見ながら、あ、なんか俺も月日を重ねたんだなっていう自分を顧みる機会みたいにしてたのはあるかな本当ですか、うん、でもね、まあ、それこそ1期を経て2期をやって、はい、今現在3期が放送されてますけど、はい、うん、なんかどん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 姿として頼もしくなってきているなっていうのは、ね、それこそ本当いろんな作品に出てるのを見るし、はい、うん、巣立っていくってこう、まあ、ありがたいというか、やっぱりその僕にとってドクストっていうのはすごくこう原点にある作品に近いというか、うん、スタッフさん皆さんも、うん、キャストの皆さんもあのずっと見守ってくださるような感じだったので、ね、あのすごいこう成長を見守ってくださったからこそ、あ、頑張らなきゃとか、もっとこう成長したいって自分から思わせるような、思わせてくれるような、うん、あの現場だったので、嬉しいんだけど、俺この間ね、あの放課後のインソムニアのインタビュー記事読んだのよ。あ、はい、ああ、なんかやっぱ俺の名前出すの恥ずかしいからやっぱやめなんで、なんとなくなんで創業してる先輩で俺の影響を受けてって、もうよくない、え、俺一生が言ってるから一生が俺の、座長像とか声優像は、うん、あのゆうすけさんですって言ってきますから、うん、インソムニアどころじゃないですからね、他のところ全部言ってるから、ね、言ってるから、まあ本当にこうガチ相談になっちゃうんですけど、ものすごく周りに気を使ってしまうというか、うん、大丈夫か、のっけからすごい真面目な話こっち、うわ、すげー謎の現象によって人類が石化してから約3700年後の世界が舞台。長い眠りから蘇った天才科学少年石神千空が仲間と共に科学の力で世界を取り戻そうと奮闘する姿を描きます。クラフトアドベンチャードクターストーンの第3期ドクターストーンニューワールドが絶賛放送配信中です。ぜひご覧ください。そそるぜ、これはやべえ。